ルイーダン・ピアーは、アメリカ合衆国、インディアナ州インディアナポリス出身の、元バスケットボール選手である。ABA のケンタッキー・カーネルズで9シーズンをプレイし、ABA と NBA の併合後はサン、サイアントニオ・スパーズで3シーズンプレイした。ABA で、同一チームで、すべてのシーズンを過ごした2人の選手のうちの1人で、もう1人は後に、デンバーナゲッツとなる、デンバーロケッツのバイロンベックである。 2015年には殿堂入りを果たした。インディアナ州インディアナポリスで生まれ、サウスポートハイスクールでプレーし、インディアナ州とケンタッキー州の優秀選手で行う、年間のオールスターゲームにも出場した。ラップアリーナに飾られているジャージケンタッキー大学で、名称アンドルフラップの下で、トミー・ロンとパット・ライリーらと共に、NCWA ディビジョン1でプレーした。3年間プレーし、 二年連続で NCWA、セカンドチームに選ばれている。1967年の NBA ドラフトで四巡目38位で、シンシナティロイヤルズに指名を受けると同時に、ABA ドラフトでは、ケンタッキーカーネルズからも指名を受け、ケンタッキーカーネルズに入団した。カーネルズでは、ダレル・キャリアと共に、ABA における最も爆発的なバックコートデュオとなり、二人は、 ABA の最初の3シーズンで共に試合平均20得点以上を上げ、3ポイントのスペシャリストとしても活躍した。特にダンピアーは3年間で500の3ポイントを決め、1968から69シーズンには199本を成功させた。1969から70シーズンには198、1970から71には103を成功している。 最終的に ABA キャリアで794の3ポイントフィールドゴールを成功している。ABA のすべての歴史の中で試合数、出場時間、得点、アシストの記録を残した1970-71シーズンには57連続でフリースローを成功し、その時点で ABA と NBA の記録であった。 7度にわたり ABA オールスターに選出され1975年には、ダン・イッセル、アーティス・ギルモアラと共に ABA チャンピオンを獲得した。1976年のシーズンを最後に ABA は消滅し、NBA に吸収され、ダンピアーは4チームが NBA に加入する際のドラフトで、サンアントニオスパーズに選ばれて入団した。主に、 ジョージがビンラの控えのロールプレイヤーとして活躍し、232試合に出場し、平均6.7得点を記録した。引退後には、デンバーナゲッツのアシスタントコーチを務めていた。2015年2月14日、バスケットボール殿堂入りが発表され、公式には9月11日に殿堂入りすることとなった。ありがとうございます。